町に戻ったね。あのアマはやれやれ、例のごとく用が済めばとんずらかよ。じゃあ私は帰るわね。僕も失礼させてもらうよ。あ、あ、知らねえよ。次がいつなのか私たちも知らされないのよね。あの魔物たちは何なのか、なぜ夜がやってくるのかも。そうそう、マダンだっけ、勝手にこんな体にしておいてひどい話だよね。その呪いのせいで町を離れることも許されない。ただ呼び出されては戦う。僕たちはそんな傀儡のような存在さ。何ヶ月も町の中に押し込めやがって。大きな町といってもね、さすがにちょっとうんざりかも。おい、屋根の上を見ろ。ママ、あれって怪人？し、指を刺すんじゃありません。お、もしかして全員揃ってるんじゃないか。あれ、6人いる？あの赤い人も怪人なの？見つかっちゃったわ。新入りのその赤い格好が目立つんじゃねえか。ロムン兵や騎士団が駆けつける前に解散した方が賢明だね。はい、それでは私もここで。あ、僕も行くよ。それじゃあ。え、これ戻らないのかな。拠点探そう、拠点。あ、戻った。おい、あ、ドキだ。まさかと思い声をかけたんだが、やっぱりアドルだったか。脱獄したと聞いて探し回ったぜ。うん。そりゃいろいろあっただろうな。後でゆっくり話を聞かせてくれ。あれ、お前さん。いや、すまん、気のせいだったみたいだ。とにかく脱獄犯になっちまった以上ゆっくりしてはいられねえ。時なんだろうね。あれ、髪の毛青かったっけみたいなやつかな。いたか。赤かったようなみたいな。こちらには見当たりません。6人とも全て逃がすわけにはいかんぞ。一人だけでもいい、人員を集中させて探し出せ。怪人とやらのせいでおちおちしてもいられねえな。とにかくどこかに一旦身を隠すとしようぜ。おいおい、マジかよ。ドキ、今回蚊帳の外かな。ってことはアドルがその怪人の一人になっちまったってことか。地下に魔物が救う監獄に義手義足の謎の女、しかも町を離れることができねえ怪人の呪いと来たが、わからねえことだらけだが、早々にトンズラとはいかなさそうだ。うん、謎のフルコース。開き直って笑ってんじゃねえ、筋金入りの冒険中毒者だよお前さんは。とにかくこの状況で活動するなら隠れ家が必要だが。いや、でも謎深いゲームだね。この廃屋の地下室は悪くないかもしれねえな。人の出入りも目立たないし、地下への入り口も分かりにくい。寝泊まりできるよう手入れして今後の対策を考えるとしようぜ。うん、助かる。ああ、いや、任せておいてくれ。今回はこうパーティーを自由に組んだりするわけじゃないのかな。こう、あ、なんか第一章かみたいな。時々呼ばれる時だけこうみんなで戦うみたいな感じなんですかね。
貴族みたいなやつもいれば。へえ、なるほどね。じゃあこっちも自由にやろうよ。監獄？なんか地下にまだなんかあるのかな。そうだな、謎を解けって言ってたよね。昔砦だったって言ったけどね。うん、面白い情報。うん、有力な紹介、ペンドルトン。なるほど。街の外ね。なんか自由にほんと敵を狩れる場所探したいな。あ、第2部始まった。白猫の憂鬱。あのさっきはなんか背の小さい女の子ですかね。僕っ子。僕っ子いいんじゃないですかね。僕っ子好きですよ。地図、うん、なるほどね。地図見てみよっか。じゃあ凱旋門だね。あ、本当だ、広いね。ロケーションって書いてある。これはコロッセオみたいな。これ監獄か。監獄都市バルドゥーク。じゃあまずできるのは、どこだっけ。さっきの門はこれか。あ、なんか出た。帰りすんの？アドラ君、ナンパしようっていうのかな？それはちょっと。それじゃあ私、先を急ぎますので、失礼します。アドラ君、守備範囲広いな。中央区ね、北。ダッシュ長押し、これか。一回こう前提しないといけないってことだよね。なんかそれがさ、なんかちょっと嫌だなって思ってるけど。これは、こんにちは。はい、ラバー超過。あ、 HP プラス150、素晴らしい。これは絶対に欲しいな。でお金どこに書いたんだ。あ、346か。ブレードリング、ストレングスプラス10、シールドピアス、ディフェンスプラス15。なるほどね。
あ、なんかある。これか、ペントルトンって書いてあるね。よし、じゃあ行ってみようか。ふざけるんじゃない。すみません。ですがリッシュさん、昨晩までは確かに金庫の中に。もう一度よく確認してみろ。こうも立て続けにやられては紹介の誤見に関わるではないか。はい、ギリシャお嬢様も申し訳ありませんでした。ううん、気にしないで。あ、気にしないのはそのダメかもしれないですけど。ダメに決まっておるだろうが。ギリシャ、お前が苦労して立てた売り上げだろう。お前は確かに詳細があるが、当事者として自覚が足りなさすぎる。もっと本気になれ。本気に。でもあの取引は圧倒的な資本力で競争相手を叩き潰すのがペンドルトンの流儀だ。お前もようやく分かってきたと思ったのだがな。はい。とにかく私は今から守備隊の責任者に会いに行かねばならん。後ほど帳簿の確認を手伝ってもらうから、その間に準備をしておいてくれ。はい、わかりました。で、この人に話せばいいのかな。なんだお前は。うん、あの、この私に相談だと。ふん、見たところ金の無心に来た用心棒希望者といったところか。金の無心は間違いじゃないな。こそ泥に何度も出し抜かれるボンクラよりマシなら考えてやる。うん、売り上げ。うむ、まったく人が苦労して稼いだ金を何だと思っている。キリシャ、カーラ。はい。お呼びでしょうか、お父様。あなたは知り合いなのか。ううん、店に来るときに私がぶつかっちゃって。まったく、もう少ししっかりしてくれ。いつまでもそんな調子では豪商ペンドルトンの一員と言えん。ごめんなさい。とにかくこの男の話を聞いてやれ。どうやら腕は立ちそうだ。面倒そうなら適当に金を与えて追い返しても構わん。キリシャ、お前が対応するんだ。わかりました。カーラ、ヘマしないよう見ててやれ。私は出かけるから店を頼んだぞ。わかりました。お気をつけて。金を与えてやれって言ったけど。それでは奥でお話を伺います。お金与えてください、ぜひ。お金欲しいな。情報。いや、口固いね。やれやれ。
犯人を突き止める。あ、監獄内部につながる隠し通路とか。監獄に入れば敵と戦えそうだもんね。っていうことなのかな。なるほどね。それは。なんでバレてるでしょうね。なんでバレてるんですかね。うん、誰のことだい。やろう。なるほど、ごく潰しを。なるほどね、確かに怪しい。貧民会、これか。そうそう、物騒って言ってるね。まあちょっと行ってみようか。なるほどね。やった。うん。なんかいろいろもらったね。アイテムの確認もちょっとしようか。薬の材料、診療所。なるほどね。まあちょっとね、アイテムっていうか回復アイテム絶対必要になるから、装備と薬を売ってる店探す。あ、ウェポンって書いてあるわ。あ、強化できる。よし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 、購入と強化。え、結構上がったり下がったりするのかな。よ、いらっしゃい。例えばゴシックソード、今ストレングスプラス18、鉄鉱石でどこまで、あ、なるほど、ストレングスがプラス3になるか。700、ストレングスプラス28、700ね。とりあえず剣盾を揃えますか。よし、これだな。ワクワクするな。よし、これだな。ぴったりだ。まだなんかあんのか。ブロードエッジを強化するとストレングスがプラス7、これ破壊できないですよね。プラス28からプラス7だから結構な強化になるな。え、何これ、命の重役って。生命力は高まる。あ、 HP 最大値プラス100。はあ、なるほどね。8500は美味しそうだけどな。なるほどなるほど。とりあえずゴシックソードを売っちゃっていいな。毎度あり。よしよし、これ素材か。なるほどね。それじゃあな。ちょっと待った、アイテムでさ、こいつは使っちゃおう。うん、あ、待って待って、ここはこれ経験値か。これはいや、使っちゃうか。うん、これはなんだ、あ、レベルプラス1。なるほど。これはでも温存していこうか。まあ、レベル6になったね。これはありがたいと。で、お金が今456か。なるほど。とりあえず装備、整えたね。そしたら薬売ってる店か。
空き瓶と薬の材料。うん、あ、なるほど。空き瓶が残るか。いいね。よく来たの。擦り傷でも侮ってはいかん。HP、なるほど。60% 回復か。これは欲しいっすね。これ持っていくがいい。なるほどね。あ、こういうものも、あ、経験値変えるんだ。なるほどね。ヒールポーションか。まだこれ欲しいよね。まあいいか。まだ何かあるのか。怪我には気をつけるんじゃぞ。ローコーク。これか。どっち？こっちの方向かな。あ、雰囲気変わったね。また花びらあるね。花びらって何なんだこれ。収集、あ、ちょっと待って、屋根の上か。よし、ゲットだ。これか。ちょっと足滑らした。これだこれだ。あ、よし、じゃあ行ってみよう。使えない。あれか、あれ使えんの。あ、使えるんだね。クリムゾンライン、できたできた。うん、よし、あれダメなの？あ、なんか制限されてるんだ。あ、行っちゃった。うん、なんか見落としがあるってことか。で、これ解除する方法あるんだ。行け。これはそっちから行けんのかな。これかこれか。え、それ何、それ何、それ、明らかに怪しいやつあるじゃん。ちょっと待って、まだ準備整ってないぞ。いけるかな。私たちは彼らをラルガと呼びます。ご機嫌よ、赤の方。手伝ってくれるのかな。彼らを見ることができるのは私たちだけのようです。一般の方にとって大きな害はないのですが、彼らはグリムワルドの夜を活性化させるとも言われています。最悪は目の内に積んでおいた方がよろしいかと。なんか手伝ってくれるっぽいですね。その剣さばき、かなりの腕前とお見受けします。感服いたしました。これで終わりか。よしよし。あ、新しいスキルやった。うーん、
どれ、これか。ライズラッシュ、跳躍しながら素早く敵を切り上げる。んー、なるほどね。威力でも若干少ないのか。まあ大体こう使い分け難しいんだよな、スキルのな。だから多分一つか二つくらいに絞るんじゃないかな。またなるほどね。まあじゃあこれやりますか。これを倒すと多分ダンジョンへの道筋が出るみたいなやつですかね。あの子手伝ってくれるんだね。またあ、でも結構楽になった。だいぶ適当にやっても大丈夫だね。なるほどなるほど。回復回復、なんとかやれますね。ボーナス効果を得られる。敵を浮かせて攻撃するとボーナス経験値とお金を入手。なるほど。ちょっと待った、浮かないじゃないか。あ、でもお金そんなにもらえないね。あ、立ち止まると徐々に HP 回復。あ、そっか。あ、本当だ。そういえばイースってそういうゲームだった。確かにな。でも遅いからいいよ。イースってそういうゲームだったな。でこまめにセーブとかやってましたよね。ヒールリングとかありそうだね、今回も。あれちょっと強敵かな。力を解放、ブーストケチが溜まったら、うん、戦闘能力アップ結構ダメージもらってる。すげえ適当にやっているガチャ押しガチャ押しうわ倒したみたいだねそこ飛べるんだ。なんとなくやってても勝てたな。よかった、そこまで難しくなかった。初見で適当にやって勝てましたね。太もも、それは気持ちわかる。アドル君、そこ見たい気持ちはわかるあ、そうだ、なんか人形みたいになってますね。球体関節になってるな。もしかして、いろんな経験。確かに人形が動いてるくらいじゃビビらないかもしれんね、アトル君は。あ、通れるのかな。あれ狩り場かな。ちょっと待って、念のためセーブを。じゃあ行ってみようか。うん、推奨レベル5、ウェーブ3。なるほど。あ、2でやれるんだ。あー、やめる。この先行けない。これ
結局挑戦しないといけないってことなのかな。よしじゃあやろう。ちょっとこうね、クリアできるまで頑張ろう。まあ回復もちょっとあるし、十分とは言えないけども、やってみようか。あら、全員来るんだ。強制参加なんだね。ってことはこっちが引っ張られることもあるってことなのかな。これ守るんだ。なるほどね。敵倒せばいいんだろうみたいな。怪人たちよ、刻限だ。間を待て。さもなければ永遠の夜は明けることあたわず。人と魔の境界にてこのアプリルスが忌まわしき夜の始まりを告げ。うん、あ、耐久値、戦況ゲージ、なるほど。だいぶこれまでのイースと違う。ちょっと目まぐるしい。あと一撃やられる。あ、もうダメだ。やめてしまった。リトライ。これは何だ、誰か大技使ったのかな。アイテム使うか。ヒールポーション使っちゃっていいのかな。ちょっと使おう。
これも全部使っちゃったな。ほんとお金稼げるとこないと詰むぞ。これファイナルって言ってますんで、こう生き延びないとな。ちょっと待った、どういう敵なんですか。とりあえずタコの悪にすればいい。よし、よかった。うん、勝った勝った。こう絶妙な難易度だなこれ。見事だ。左は120ノックスって書いてある。あ、でもそれが元に戻る。20になった。リザルトボーナス。素晴らしい活躍だ。あ、なんかもう褒められない。嬉しいけどね。嬉しいんだけど、どうして S ランク取れたのか。なるほど。ちょっと見てみよう。多分こう S ランクを維持するために何度もやり直すみたいなことやらないかな。多分な、まあ、偶然 S ランク取れましたけど。なるほどね。あ、ついてきてくれるわけじゃないのか。移動可能になったって言ってるね。え、戦闘できるかどうか確認したいんだけど、とりあえず今オートセーブしている。ディフェンス参照書使っちゃう使っちゃう。これは、あ、レベルプラス1のやつか。呪い耐性、ストレングスとディフェンスプラス4。装備装備。なるほど、これは、コスチューム。まあいいか。あ、敵出そうだね。よし。あ、いるいる。よしよし。よかった。じゃあ、ここで、がっつり稼ぐよ。